主様たちはアリスがなんで使われたか知っていますか？よりなんせ江戸時代からタイムスリップ。アリンスことオイランの上月さくらでアリンス。こたびはアリンスって何？クルワ言葉についてご説明していきたいと思います。アチキが語尾として使っているなんとかでアリンスとかなんとかなんしという言葉、これは江戸吉原の方言みたいなものでありますが、よくよく考えたらどうしてそんな口調で喋らなくちゃいけなかったのと疑問に思う方がいると思います。そこでこたびは吉原の方言ができたわけ、一緒にクルワ言葉を言ってみようという2点に注目してお話ししていこうと思います。チャンネル登録お頼み申しすえ。吉原に方言ができたわけ、まずアチキが使っているなんとかでアリスという方言なんだけど、これはクルワ言葉と言われていました。このクルワ言葉というのは吉原の高級遊女が接客をする際に相手に敬意を示して使われた言葉のことであります。結構独特な訛り方をしたりするんで、聞き慣れてない人にとっては理解するのが大変でありした。このクルワ言葉結構複雑だから、吉原に身を沈めた遊女たちというのはこのクルワ言葉を身につけるのに結構苦労しました。ではなんでそんな苦労してでもクルワ言葉を習わされたかというと、江戸吉原の遊女たちの中には田舎出身で田舎の訛りが強かった方々がいました。そういう方々の訛りを隠すためにクルワ言葉というものが作られました。このクルワ言葉について北条領起源という書物に書かれていして、どんな遠方生まれの女でもこの言葉を使うときは訛りが消えて江戸で生まれ育った遊女と同じように聞こえるというふうに書かれています。というふうに書かれている一方、曲亭馬琴様の書物の一つに器量万力というものがありして、この中にはアリンス言葉を使っても消えない訛りもあった、これは鶴ヶ生まれの遊女の訛りのひどさを嘆いているものでありす。じゃあ駿河なまりってどういうものなんだろうってあちきちょいと軽く調べてみたんだけど、おっかるな、おめっちかや、かっけえない、かんだりーよ、ぬくといね。確かに何喋ってるかわからないでありすね。というふうにクルワ言葉も、まあ、全部のなまりに対して万能っていうわけではなかったでありす。実はこのクルワ言葉でアリンスがアチキが使ってる代表例の何々でアリンスなんとかなしという以外にも、実は店によって少しだけ訛りが変わってくるでアリンス。例えば有名なとこだと玉屋という議論がありましたが、そこでは何々しつたるとか、長寿屋という場所ではなんとか残数とか、松葉屋様ではなんとかオスというふうにお店ごとによって少しだけクルワ言葉というのも変わってきました。同じ場所にあるのに違う言葉を使ってるってお客様も混乱しそうでありんすよね。なので必ずしもなんとかでありんすというふうに語尾がついたわけではないでありんす。一緒にクルワ言葉を言ってみよう。ではクルワ言葉のことが少し分かってきたところで、今度は実際の使用例というのをご紹介していこうと思います。よかったら主様たちも一緒にクルワ言葉を言ってもらえると嬉しいであります。まず、だいたいクルワ言葉の語尾というのはこういう定義で付けられています。例えば、何々があります、なんとかあります、何々しますだと、なんとかしんすと言ったり、なんとかしなさいます、なんとかしさんすとか、なんとかですだったら、なんとかでありすと言ったりするであります。ではこの定義を頭の隅に覚えてもらって、実際の使用例を何個かご紹介していきんす。こんばんは、こんばんなし。そんなこと知らない。
そんなこと知りません。少し体が熱くなってきた。少し体がほてってきした。クララが立った。クララ様がお立ちになりした。二度もぶった。親父にも殴られたことないのに。二度もぶちんしたね。父上にも殴られたことありせん。安西先生、バスケがしたいです。安西様、蹴鞠がしたいでありんす。いかがでありんしたか。クルワ言葉は田舎のなまりを隠すために使われていた言葉でありんす。でも多分なんとかでありんす以外にも語尾があったというのは結構主様たちも驚きだったんじゃないかなと思いんす。ぜひぜひこれを機に日常生活でもクルワ言葉使ってみなんせ。この YouTube では江戸時代からタイムスリップしてきんした吉原の花魁神月さくらが江戸吉原のことを解説していんす。主様たちのまたのご登録お待ちしていんすえ。それではおさらばへ。本日もご登録ありがとうございました。またのお越しをお待ちしていんすえ。